分のことを悪さをしていると思っていても、うん、それを否定できない状況ってあるじゃん。うん、例えばほらヒゲさんが前さ痴漢だって言ってさ捕まった時とかさ捕まってないし痴漢もしてないしあ公共の場所本当にこういうのが全部ね尾ひれ歯ひれがついて俺は前科何パーとかになるわけだから、ね、うん、なんだお前の周りには犯罪者しかいないのかみたいな話になるわけだろ本当に妖怪女とかさんとかね皆さんチャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるからクリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではひげおやじでした。バイバイ。